クリスチャンの寄り道を聞きの皆様、私は佐藤若子と申します。今回は、窮地の時に神様に助けられた話というテーマでお話しさせていただきます。これは、私がイエス様の十字架を信じてクリスチャンになった時のお話です。当時、駅では、統一教会の方々がアンケートを取っていて、その話から、 統一教会で行行っってていいるるビデオ動画をを見こことと誘うことを行っていました。私も本当に駅でよく声をかけられていました。断るのが大変で、なんでこんなによく声をかけられるんだろうと思っていました。でも受けたくないと思っていましたので、声をかけられても断り続けていました。しかし、夕方のとても混んでいる電車の中で、大学生っぽい男性の方が私に、 一枚のハガキを渡ししてきましたそしてそのまま電車を降りて行きました私は何だろうと思って見てみますと何かのアンケート用紙っぽいハガキでした当時私はとても疲れていて、まあ、なんとなくそのアンケート用紙に答えを書いて出してしまいましたそして数日後電話かかってきて「ハガキの問題が当たったので来てください」と言ってきました 私は行ってみることとしました。そうしますと、駅でいつもアンケートで声をかけてくるその団体でした。私は内容を聞き、ビデオは見ませんと断り続けていたのですが、なんとなく返してくれないような感じがしたので、今は仕事が忙しいので、1ヶ月ぐらいしたら見に来ますと約束して帰りました。 そして間もなく、この義理の姉が、この新入園という、やはり当時流行っていた新興宗教をやり始めました。私は義理の姉に誘われて、なんとなく断りづらくて、その新入園をやることとしました。そして私はこの2つの宗教団体を同じ頃に同時に始めることとなりました。 この行っている中でこの2つの宗教団体の方々がとても熱心で一生懸命やっている姿はなんとなく自分ではついていけないなという思いとそしてだんだんこれは自分の力では抜け出せることはできないと思い始めるようになりました何とも言えないこの恐怖感が襲ってきました そしてそんな思いの中でこの本当に神様はいらっしゃるんだろうかと真剣に本気で考え始めましたこの八ロスの神々の中で本当の神様はどの神様なんだろうかと考えましたそして私はこの思わずこの神様に 私を助けてください。本当の神様はどの神様でしょうかと祈っていました。そうしますと、この1週間後、私に手紙が届きました。それは、統一教会で知り合った友人でした。その手紙には、この今まで私たちが教わっていた神様の教えは間違っていて、 そのことを教えてくれる牧師さんに会って話を聞いてほしいとの内容でした。私はその手紙を読んだとき、これは神様の答えだ。私の祈りに答えてくださったんだという気持ちになりました。そして神様は私に何か伝えたいことがあるんだと思いました。そして その友人が言う牧師さんに私はすぐに連絡を取りました。私はその牧師さんに会いに、その次の週の日曜日に、えー、教会に行きました。そして、えー、牧師さんはこの統一教会の間違いについて、丁寧に聖書からこの教えてくれました。そして、最後に、 このヨハネの3章16節を開きました神は実にその一人ごうをお与えになったほどによう愛されたそれは御子を信じる者が滅びることなく永遠の命を持つためであるという聖書箇所でしたイエス様が私の罪のために十字架にかかって死んでくださった たことをこの分かりやすくくその牧師さんは話ししてくれました私はその話を聞きこれが神様が私に伝えたいことなんだと思いましたそして私はその時に牧師さんのお祈りとともに自分の罪を悔い改めてこの告白してこの イエス様の十字架を信じるお祈りをしました。そして私はクリスチャンになることができました。そしてその日から毎週私は教会の礼拝に通うようになりました。そしてその2つのこの宗教団体もきっぱりとこの離れることがこのできました。 神様は私の自分では抜け出せない追い詰められた状況から私を助けてくださいました。私のこの求める祈りに応えてくださり私にこの本当の神様が聖書に書かれている神様だと教えてくださりまた聖書の御言葉によりこの私を をイエス様の十字架をこの信じるこの恵みクリスチャンになることができる恵みを与えてくださいました、えー。私は本当に神様に感謝しています。今日は私の話を聞いてくださりありがとうございました。それではまたお会いいたしましょう。